審査員の皆様から受賞者の皆様にご質問をしていただく形でディスカッションのお時間をご用意しております最後に20分くらいいいお付き合いください、えっと、最初にです、ね、もうお戻りになられちゃった岡田さんから1問預かってますのでこれを聞きながら2問目以降それぞれの審査員の方から何かずつ聞いてもらおうかなと思います。制作作品制作にどれくらい時間をかけましたか 時間範囲分はいかがでしたかってことだったんですがよかったらこれ個性の3人の皆さんあの今津さん白石さん山さんどのたからでもいいですあの実際にスーパーで使った時間もあると思いますけどそれ以外の部分でどれくらいみんなで話してどれくらい時間かけたかとかその辺何か思いも含めてご紹介くださいと私たちがこの研究を行ったのは学校のゼミの中だったので放課後の時間だったりとか。ゼミは 合計8回ほど行ったので時間で考えると1時間ぐらいなので,で研究の時間を実際にアンケートの時間を足したらまあ1日ぐらいそんなもっとかかった時間はちょっと詳しくわからないんですけど。あ,あれもかなりね8回の 授業と、はい、多分ね他にもいろいろみんなでやり取りしたり作業したりって考えるときっと2,30時間くらいはかかってるんじゃないですかね金沢区の他にはいどうもありがとうございますじゃあ,あのよかったら震災の方々からじゃあ冷方さんよろしいですかあと皆さんおめでとうございます少し質問させていただこうと思うんですがあの今回の地域をどうやって選んだのかとか、うん、あのその地域にどういう関わりがあるのか まあ、あの多分近所の方もいらっしゃると思うんですけどあのその思,思い入れみたいなものとかも含めてあのその地域あるいはその問題の思い入れみたいなものがあ少しし教えていいいたたただきたいなと思いましたそうですね、まあ、そもそもやあのまあ言いましたけどあのまあやっぱり北海道の,その公共交通の存続っていう部分で、まあ、すごいその、まあまあ、実際に住んでいるわけではないんですけども、まあ、やはりすごい興味を持っていて実際にこうやっぱ何かこう変えられる。 提案をしたいというととうこころはまあその,まあこのコンテストの前よりもずっと前よりもまあ思っておりました、まあ、その中でですねまあやはり富良野市をまあ選んだ理由としましてはやはりそのま,あまず一つにまあ私がまあ実際に旅行したことがあるというのがまあまあ一点なんですけども富良野市を通るまあ鉄道路線の1線が廃線してしまうというところでまあそうですねまあそういう廃線とかっていうのはまあやっぱりそのまあ その地域の経済的な面を見ても、まあ、やはりもったいないと、やはりぜひ存続してもらいたいということで、富、ま、良、あ、野市というものを選ばさせていただきました。とまさん,やっぱりんです、ね、データとあと、それから訪れてみて、その雰囲気みたいなものからこう、ぐっと問題をこう身近に感じたっていうところですか、ね、あそうですね、はい、なんか北海道は本当に車で回るのすごい大変で、ちょっとへきへきしたというか、あれだったので、まあ、ぜひこういうのがあればいいかなと思いました。はい 課題設定のところで言うとまずまあ行ったことがあるっていうのはもちろんそうですしあの全然こう住民に話しかけるとかって旅行先であんまりしないと思うんですけどもまあそういった点からまず課題の解像度って結構重要だと思ってましてあの自分たちの提案する解決策が本当に住民の方とかもしくはその地域にとってためになるかっていうところで言うともう住民と話して実際に行って歩いてご飯買って食べてまあ全部こうやんないとやっぱりこう自分たちがやる必要ないしその 困ってるかどうかまであのはっきりしないと思うんですよねで、まあ、そういう一方で僕たちはもう青森県で働くと医師として働くんだっていう意味ではもう先輩がもう実際に何時間もかけてバスで行くんですよねで、そういうバスが大学の前にたまに止まっていましてですね僕たちも往復10時間とか12時間かけてあの北の地にバスで行って一個一個こう 家庭訪問してっていう、まあ、この解決策で将来もいいのかなっていうところにまあ疑問を感じたそのまあ2点が組み合わさって今回のプランは提出させていただきましたやっぱり eGov データポータルを使ってみての感想みたいなのを、まあ、今日のプレゼンでも少し、えー、披露していただきましたけれどもゆうううさんどうでしょうか5年に1回出てる資料とかはなんかこうまとまってるやつと あいいとこ取りのやつと全部取りまとめ取り,取りまとめと全部2種類出て何種類かあったと思うんですけどこ結構細かいとこまで見たかったのでこ全部の70ページくらいの量のやつを参考にしたんですけどやっぱりこうちょっと古い資料が多い平成27年とか22年のが多くてやっぱりそれを採用するのは僕はこう利用者数とかを注目したので5年前だとコロナじゃないんで。 そこはちょっと違うかなと思って、結局イーガブも使ったんですけど、各氏例えばアビバアビアビバスだったらアビコシの、結局そちらだと令和三年とかが出てるんで、やっぱこうもうちょっと最新の資料が早いこと出るともっともっといいのかなっていうふうには思いました。はい、ありがとうございます。村上さんこの点について何かいかがでしょうか。<laughs> あの政府のデータってリアルタイム性に弱いんです。 それからまあもう1個、こ制度改革の話しなくてもいいんですけど実は統計法庁法律があってですねあの本当はあの統計のもとになった原票を見たいっちいうのがあるんですけどこれはいろんな理由からなかなかあの手続きが複雑でですね見せてもらえないっちいう問題がありまして本当は AI の時代なんかになってくるとですね政府が貯めた統計の原データをそのまま公開できるようになるとあの皆さん、もっといろいろな複雑な回帰分析とかされるようになるとですね これからあのいろんなサンプルデータをあの結合して新しい募集団のデータを作ってそこから回帰分析をするとかそういうのに工業統計調査を使いたいとか商業統計調査を使いたいとか多分政府統計の中でもそういうのが出てくるんですけれど現データと元の CSV を見せてもらわないとどう補正したらいいのかどうつなげたらいいのかとかこういうのがな,んか,ですねなかなか出ない仕組みになってましてあの仕組みの方もそうですし あの常にこう遅いっちゅうのもそうですし、その辺はどんどん皆さんから声を上げていただいてですね。おそらく今まではあのプロの学者の先生とか、一部の調査会社の人しか使ってなかったから、まあそんなもんだろう政府はつって我慢しちゃったところがあると思うんですけど、むしろ高校生くらいの皆さんからあの政府のデータ遅いとかって言っていただけると、僕なんか仕事しやすくなるんでですね、怒られてんだか頼んでんだかよくありませんが、ぜひそういう声はたくさん上げてもらえると助かります。今の点 何かかかか思ったこととかいかがですかどうですか僕たち医療の分野をやるとです、ね、例えば病院に何人訪問してるかとか調べたいなと思って API 使おうとするんですけどもクローリングがあの禁止されてましてやっぱりその情報が使えるかどうかっていうところをそのアクセスできるかどうかっていうのはまず1個障壁があるっていうのは、まあ、おっしゃる通りだなっていうふうに思って、まあ、追加であの、まあ、リースのいい点でもあり悪い点でもあるんですけどもその大抵 さっきとかチャット g p t と話してる時にこうあんまりこう政府のデータってあの引っ張ってこないように多分なってるんですよね。まあ、その点こうちょっと話しにくいなだからわざわざ一回データ取りに行って。 落としてっていうのを繰り返さなきゃいけないのがちょっと使いにくいなって思う一方でそれこそ3月にそのアップデートされたリーサスはあの全部こう <laughs> 勝手にやってくれてこの前僕も全然知らない町に行った時にじゃああじゃあ福島のこういう町はこうなんだっていうのが全部一括でこう見れるとで全部眺めるっていうのがもう今まではまとめて眺めるっていう作業の繰り返しだったのがもう一括でできるようになった点は素晴らしいなっていうふうに思いました。はい 今日皆さんのプレゼンを聞いて本当に感銘を受けてで何を思ったかっていうとこれからの時代にまあ初めに大臣からの話にもありましたけれども全ての人がデータに基づいてエビデンスに基づいて議論しそして提案する社会になってほしいなと思うと私ね皆さんが今回やったようなことを全ての高校生大学生さらに言うと小中学生 にもやっっっててしいなって思ったんです。で、皆さんは初代の受賞者でいらっしゃるのでここからね先に続く後輩に向けてちょっと聞いてみたいなと思うのが今回これにチャレンジすることでどんな学びがあったかそれからこういうサポートはとっても助かったとかもしくはこういう 環境がもっとあったらより取り組みやすかったのにとか。なんかそういう次につながる。アドバイスをもらいたいなと思います。どんな学びがあったかでもいいし。このサポート助かったなでもいいし。もっとこういうの欲しかったな、でもいいし、ちょっとな頷いてくださっている。はい。<laughs> いいですか、聞いても、はい。私たちが今回アンケートを行ったのは。その。データを分析する。 っていう目的ではなくてそのゼミの内容なんですけど地域を活性化するっていう目的で行ったのでデータについてはあんまり詳しくなくてでもそれをデータとしてやっぱ出した方が説得力もあるんですけど分からないところが多かったのでやっぱり情報の先生だったりだとかに教えていただいたのはすごく助かりました。ちょっっと困った時にに周りに聞ける 存在がいるとより研究が進むかなってことですよねありがとうございます他のお二人はどうですか学校このコンテストとかも言われるまで知らなかったりとかしたんでコンテストを知るきっかけを私たちは知れたけど知らない高校生とかがいっぱいいるのでなんかもっと大々的にこのコンテストがあるのそうですよね <laughs> 知りたいなと思います。デジタル庁の発信力が低かったんじゃないかっていう指摘方と思いますけど。<laughs> まずあの来週火曜日にあの河野太郎が頑張って宣伝しますんで、<laughs> あのぜひ彼のことだから間違いなくの X っていうかツイッターに出すと思いますんで、あの皆さんもバンバン拡散していただけるとよろしくお願いします。<laughs> どうですか、どうは私はなんかこの学校でゼミを受けてこのフレイル予防について考えたんですけど。 このゼミがなかったたりしたらなんかフレイルにはあんまり関わらなかったと思うのであの自分が行ってる学校通ってる学校以外にもいろんなところでこういうゼミをもっと開けていただいたら他の高校生の方々もあのいろんな問題について考える機会が増えるかなって思いました。ありがとうううございいますすそに探求する場 が、あれ、もしかしたら学校の中だけじゃなくてね。学校の枠をこうやって作ってもいいかもしれない。そういう場合があると、もっとチャレンジできるかなってことですよね。貴重なアドバイスありがとうございます。こういう政策的な課題を考えるとか、データを使ってみるっていうことを経験して、あのどういう風に自分が変われたか。もしくは何をま先ほどの先生。 一緒なんですけどもコンテスト前とこの受賞してからここは成長したとかこういうふうに見方が変わったとかいうのがあればそれぞれちょっと一言お願いしますま直接そのまあ、な何かっていうわけではないんですけど、まあ、コンテストをやっぱ通してやっぱ考えもの,の考え方みたいなのがなんか学,ん学べたかなと思っていてやはりその。 その自分のアイディアとか分析を出すときにやっぱり階層的に話したりとかあとはそのデータを見せる時でもどのようにしたら見やすいかそしてそのデータがどういう意味を持っているのかを説明するみたいなというところでやっぱ思考の,そのそうですね考え方みたいなのを学べたかなと思っております。ありがとうございいいいますす今回ろろ調べてみてるんですけども まあ実際にその場所に行って感じることはたくさんあるわけなんですけどもまあなかなかそれを客観的にデータとして捉えることは多分普通に暮らしてたらないと思うんですけどもその機会をこう与えていただいて今回それでまとめてあこうしたらこう伝わるんじゃないかということをよく考えてできたのがすすごいい良かったと思います僕は高校1年生からこの探究をやってたんですけど高1の時も学内コンテストみたいなのがあって。 その時は4人のグループでやっててその時はショートが取れなかったんですよね。で、高半になってその4人は解体されて1人で進めるようになったんですけどやっぱり周りの意見がないのでこうまあ今日は父親に来てもらってるんですけど学校の担任はこう情報の先生なのでそういう人にアドバイスもらったりとかまあそのメンバーの3人も1人では進めてるんですけどこうまあアドバイスもたまにもらったりとかして進めてったので。 やっぱり1人でやっていくだけだと感じれない視点もあると思うので周りの声とか意見も積極的に取り入れるのが大事かなっていうふうに,感じるようになりました研究する前は今までなんか例えば動い運動したりしたらもうイメージ的になんか固定概念的にもう運動したら健康になるとか。 なんか健康な食事を食べたら健康になるっていう,もうイメージとかがついてしまってるんですけど今回のえっと研究でしっかり数値化しても客観的にもう見て分かるようにするっていうのが一つ成長したかなと思いいまますすありがとうございますこれからの皆さん方のますますのこう学びというか成長を楽しみにしております。 すいませんじゃあ最後にあのオンラインご参加の丸田先生もしよろしかったらお願いします。まあ今回賞を取られた皆さん方は、まあ、とても素晴らしい分析をされて、まあ、プレゼンもやっていただいたんですけど町のデータ分析するとやっぱりその町のことがよく分かって好きになると思うんですよね。でえー、私も市役所ののの職員なので、えー、自分の町 を好きになっっててくれるる人たたちをどんどどんんん増やしたいと思ってるんですけどなので、先ほど一度先生もおっしゃってましたけど、小学生とか中学生の頃からこういうデータを分析をして、街のことをいろいろ調べてっていうことをやっていってほしいなと思っているので、皆さんはもう素晴らしい分析ができるので、できれば地元のところで小学生とか中学生に向けてこういうふうに分析したらいいよみたいなのを。 いただ、いいいいていってっっただけるととすごくいいなという,ふうに思って聞いてましたで、えー、と今回そのデータ分析がすごく皆さん優秀だったんですけど特に高校生の方々はどうやってこの分析をこんな高度な分析をしたのかなっていうのが気になっていて、まあ、先生から教えてもらったのか自分たちで調べて分析をしたのかそのあたりってどうなんでしょうか。 政府の図とか表から読み取るっていうこともしたんですけどメインは自分でこう評価項目を作って自分でデータを使って評価していくってことで5項目自分で着目したんですけどやっぱりなほ本当は何項目も自分で用意してて例えば運賃も評価項目に入れた方がいいんじゃないかとかでそういうので評価していく上でやっぱりこう公平さがないと評価する上ではだめだなと思ったので。 まあそういう面で、まあ、自分だけの力ではなかなか難しくて、まあ、やっぱり周りの人の力もあって、まあ、できたかなっていうふうに思ってます。高齢者の割合だとか数値グラフを見て読み取るっていうような授業とかでもやっていたので分かるんですけどあのあこれとこの項目は関係があるなと思った時にそのどう表していいのかっていうのは分からなかったのでオうちだとか そそれこそロジスティック分析だとかはあの情報の先生から教えていただいてあの分かりやすい YouTube とか見て理解してや,り行いましたやっぱりこういうコンテストがあるということをもっと広く知ってもらうように「伝承頑張れ」っていう <laughs> 宿題もだいたように思いますんであの逆に皆さんからは是非ですね あのい子だけエピソードをご紹介しますとある商店街で人流カメラつけるかつせないかという議論があってで当然そのプライバシー上そんなものは絶対ダメだという人といやいやこれだけ商店街さびれてくるし別に個人を識別したいわけじゃないんだからぜひやるべきだというのとこれ多くの地方の課題というのは両論平均になっちゃうんですね。 賛成も反対も理屈だけだとどっちも理屈は立っちゃうのでその時にやっぱり3年前と比べて3割人出が落ちているという事実に対してこのままでいいのかという一言がその商店街の場合は議論を次に進めたと思います。あのぜひデータにはですね 立場が違うときにこう両論兵器で止まってる話って今日本中すごいたくさんあるんでですね、ぜひ皆さんから素朴な気づきも含めてデータでこういう議論しようっていうのを広めてほしいし、まあ、そのためにもちょっと僕らも頑張ってですね、こういう場があるんでもっといろんな人にデータに馴染んでもらうっていうのを頑張ってもらおうかなと思いました。ということでじゃあこのセッションを終わりにしたいと思います。先生方ももどううありがとうございました。 改めまして皆様本日は受賞おめでとうございます皆様も改めて大きな拍手をお願いいたします。<laughs> それでは以上をもちましてイーガブデータコンテスト表彰式を終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。